で距離によって、まあ、足田さんができるかというのはもうちっちゃくなってこんぐらいでいいし、それが手だけで届きますからね。で、はい、ジャブこっちやったら勝ち、そうこうなってるもんね体が、はい、ジャブ打ってこっちやったらこれぐらい、ただここに乗せるみたいな、それをシャドウの中で練習の中でこの例えばこうワンツーとかばっかじゃなくて、例えばジャブ打って、あ相手から返ってきたからジャブとか、返ってきたからフックとかで、返ってきたからストレートで、返ってきたからかわされたからまたみたいな感じをやってほしいです。シャドウ、そうそう、まずジャブ、こっちやったら両方交互に練習やるね、こうジャブ、そう今ね体だけがなってね足が動いてないです。あそうっす、足を沈めないと打てないんで、そうっす、今どっちかというと体が先行して肩が回っちゃってるので、はい、次の動きが遅くなるから沈む、今も横にいったね体が、あこういう感じです、斜め下、そう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 、でやるとフックでもジャブでも多分打てる体勢やと思います、それぐらいの、そう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 、どうっす、はい、今沈んだの分かるんですか、こう股を絞れてるので体の回転でフックでも、はい、体の回転でアッパーみたいなのでも何でも、要は打てるわけですよね、こっちで。あーそうです、そうです。で、ジャブ打って、右やったら、そう、これも今、こっちが回っちゃってる、はい、こうなったということです。なので、こう、そう、こっちいませんか。ジャブ打つ、あと今、こうなった。こういう真ん中。うん、ジャブ、それぐらい、それぐらい、それぐらい。で、右、打ち合わせます、はい。起き上がりで。ジャブ、そうそう、そうそうそう、もう一回ジャブ。これ、流れた、そうそう、流れた。打って流れた。これで、流れたらこんな感じ。だよって思います。はい。で、もう一回ジャブ、こう、こう、そうです、そうです、そうです。だから結局、ボクシングでジャブから大体始まるんで、はい、ジャブをどっちに避けるかなんです。結局左なのか右に避けるのか、はいはい、で左に避けるはでもその分右があるからリスクもあるので、右ストレート飛んでくる場合もある、はい、で大体はセオリーはこっちとかが多いんですかね、こっちの方これが遠いので、はい、こっちの方近いとこっちが殴られるので怖いんだけど、まあ、避け方が両方あって、はい、避けて右もよ来たらまたこっち避けるっていうパターンもあるし、はい、いろんなパターンがあるんですけど、とりあえずその顔がここに止まってるとか、こういう動きをしてしまうと、もう次がめちゃくちゃ遅いんですよ。ああ、はい、打つ側としてはもうめちゃめちゃ美味しいじゃないですか。なんで、打たれる側も見られながら、こっちか、こういう風が嫌だと思うんですよ、はい。こういうなのか、そう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 。こうなのか、こうなのか。で、こうではなくて、一回ニュートラルに戻すみたいな。そうそう。避けて、真ん中。はい、で、また避けて、真ん中みたいな。をずっと繰り返す。ただこうやってやりながら、打って、こうやって戻って、また打って戻ってみたいな。そう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 。自分が思ってるより極端にこの沈むわけですね、こうやって。うん、そう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 。沈んで。そう。はい、そうそうそう。そうそうそう、感じ。ジャンプはうまいね。あとはもう、そのこうだん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 手が下がってくるのを気をつけて、で、その隠したうまいから、この肩を。はい。肩隠すと上手やもんで、そうそう。そうそう。うん。足のあれはいいよ、後で大学院の話だけど、とりあえずは最初はジャブやったらジャブは上手いから、はい、右ストレートがいいかな、じゃあ右ストレートってください、もう一回そうそう、ちゃんと返す、そうそう、もう一回ください、そうそう、で、これがもうちょい変えましょうね、はい、もう一回です、そう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 、じゃあワンツーは、うん、で、だんだんこれが甘くなってくるんですから、返した、だんだん最初は気をつけた時はちゃんと返してるんですけど、だんだんこれがこういう感じで変えなくなってくる。なのでその場でよくこうやって回すとこっちに上がります。なので今日最初のうち投げるまでは投げるみたいな感じ、投げるみたいな感じでやると、なんか自分がちゃんとつま先がこう返ってるかどうかを確かめるために僕は音をこう鳴らしてるわけです、はい、自分で、あ今ちゃんとできたらなみたいな、それがだんだん慣れてきて上手くなってくると、もう勝手に鳴らさんでもこうやって返せるように意識的になるんですけど、そうそうそう、最初はそれでいいんだよ、分かるまで、そうそうそう、慣れてくるまで、そう、つま先をしっかり返す、つま先をこうやって返すと勝手に桃と桃が近寄らんす、なります、右桃と左桃が、その感覚を大体もうやり尽くして、もう自然とできるまでは最初そんな感じだったから、そう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 、でやると右ストレートがちゃんと返る、うまい、
だから結局この右ストレートを僕に出してください。これそうです。で、その状態、待ってください。その状態。その状態で押してください。めちゃくちゃ押してください。こういうのは負けるじゃないですか。はい。つま先をしっかり返した状態で押してください。こうやってやるとどうする？なんか押しかけるじゃないですか。そういうことです。だから、つま先が返ってないと当たっても威力がないんで。はい。なので、しっかりその、僕に向かってでも、ワン、ツーやったら、ワン、ツー、そう。もう一回合わせてください。パン、パン。これも、ワンで、ワン通したら、目元を狙って、はい、喉元みたいなイメージ。はい、目元を狙って、喉元、そうそうそう、はい、やると、これとこれが入れ替わりで出るみたいです。これとこれが入れ替わり、はい、これやって、こうやってやって、こうやってやって、もう丸見えないんで、はい、なんで、上下、そう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 、今の感じみたいな、タンタン、そういう感じ、そういう感じ、で、上手い人でワンツーってください、ワンツーってやったら、右サイド寄っちゃえば、ガード上がっとっても横から打てるじゃないですか、はい、さっきのシャドウはそういうことですね、あれ言ったのは、はい、ワンツーって、横サイド行って、ストレートでやると当たるじゃないですか。それがもっと遠かったら当たらないですよ、はい、なんであんまり大きくない方がいいよっていうのはそこですよ。こういう感じで打つ、そうそうそう、はい、あとはちょっとだけ半歩遠かったもんで、ね、ワンツーってと遠いと、ああいいですよ、これ、はい、これはやった方がね、ちゃんと足は向くと、はい、ワンツーで横横切った、この場所はいいんですよ、はい、でちょっとこう浮かんでくださいね、丁寧な場所ですよ、これ届かんじゃないですか、はい、届かんですよ、今でその届かんところからさっき言った右足を前に向けるドンってやると、右足を前に向ける、そうそうそう、そんな感じ、そうそう、動くわけですね、はい、これが動くと分かる、あの打つっていうのは、だからちょっとやりますね、こうやるじゃないですか、はい、こう取ったんですね、真似するとこういう感じです、打つ前ってことは今あ打ってくるって分かるからすぐ逃げられるじゃないですか、はい、だけど僕言ってるのはワンツーってサイド取ったと、はい、でそっから届かす、届かす、届かんと思います、なのでこれを右足を持ってきたら、はい、バッチリです、はい、そういうちょっとごまかしじゃないけど、こっちに来てもらって、ワンツー打って、サイド寄るって、届かない程度にしてください。これですよね、今日、今、はい。で、それをごまかしするまで右ストレートを足持ってくれば、相手届かんと思ってるからね。はい、あ、こんだけ遠いから届かんわ、みたいな感じじゃないですか、これが、はい。これをガーッと取って、クッてやると、ほら、届いてるじゃないですか。はい。そういう感じです。なんで、ワンツー打って、取った。で、ここで、まあ、ジャブを目隠しにして、足と一緒にバーって。そう、で、右ストレートの喉元でもいいし、はい、でも自信があるからこう動かさずに、はい、そのままジャブで目元にポンって打っといて、右足で持ってくるってやると、全然多分相手は、あ、届かんなーと思っとったと思ったら、ドンってくるんで、はい、そういう感じです。ワン、ツーって寄って、そう、手だけ、あー、どれ出してもいい、まあ出さない、もう一回最初、ワン、ツーって回って、そこで、手だけ、手だけジャブ、手だけジャブ、手だけジャブ、そう、で、目隠ししといて、これの中、はい、そうすると目元隠れて喉元来るので、ワンツーってもらって目元にジャブ、そう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 、今のうまかった、はい、あとジャブを反応してこうやって上げちゃうと上げちゃうと、また余計に見えなくなるんで、僕ワンツーってもらってジャブってやると反射的にこう上がっちゃうんで、はい、はい、でやったらラッキーじゃないですか、手上がってくれると、はい、だからそれだと全然うまいです、ワンツーでパッ、おお、いいね、で左手下がったらこんな感じだし、上がっとってこれがガーンって当たってもまたここ空いてるんで、また投げるんで、はい、っていう感じかな。なので、まあ、さっき言ったあの話、足をちゃんと遠かったら、遠かったら前足を持ってくるんじゃなくて、後ろの足でやると相手は反応しづらい。まあ、僕がバーチャルするときにこれだったらダメじゃないですか。はい、これが、こうやったら、あれってなるんですよ。距離が狂うというか、そう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 。右足を前に持ってくる。うん、そう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 。で、あと遠かります。これは届かない、届く、はい、はい、届かない、届くみたいな、はい、届かない場所やったやつが右足を持ってくると届く、で、そう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 、はい、だからこれぐらいこれぐらい上がってる時だったらどうやって持ってくるの届かないじゃないですか、はい、まあ、どうしたらいいかって言ったらこの足をこういう、こう、そういうのさっきやってましたよね、シャドウで、はい、ちょっと意識して、そういうのです、だから釣り足みたいな感じでパパってやって、そうです、こういう感じで、ね、右左半歩くことみたいな、あ、最終的こういう感じだ、後ろ足、そう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 、はい、で後ろ足からついてきてもう勢いでワンツーみたいな、はい、めちゃくちゃ遠いところからワンツー、そうそう、だからこれぐらい遠いところからみたいな感じで、あ、はい、はい、やってもらって、そう、惜しいね、このやっといてワンツーですね、一回ステップ入れて、あ、足がついてます、はい、なんでターン、
ワン、ツーってやると助走点ができるんだよ。はい、イメージなんです、はい、で逆にこうやってやってみて相手が離れたらそのままもう一回離れてください。だからまたこうやって詰めちゃってっていう感じもできるし、まあ状況によって歌んでもいいし、はい、まあ、そういう詰め方もあるんです。そうそうそう、いいっすよ。適当にチャレンジ、じゃああと1本適当にチャレンジなんです。ああ、いいね、きれい。そう、足と足と、まあ、今日は足ですね。足を意識してもらって、おお、重くなったと思うか。ああ、いいですよ。出していったら、すいません、右のつま先です。そうそうそう、あー、はい、あー、おー、いい、いい、あ、ちょっと、動画見